まあ、やっぱり降りるだけ急がれるでしょう、あの、働かれるで、うん、どうしても早い、早い作って早い出したきにはねえから、うん、エビミチハンバーグ。いきまーす。はね、まあこっちへ、あの、自分が中学校時分からこっちへ住むようになりまして、牛窓へ、それでもうこっちで5年ほど市内の方へ修行に行きまして、それでまあこっちへ帰ってきたよ、うん、はい、栗飯とカレーがもうメインになりまして、あとはもう洋食系で、うん、はい、そうですね、もう田舎の食堂で、あの、気軽にもう食べていただいたらもうそれでいいんかなと思います。はい、母親とか5時半とかにもう降りたんですけどね、カレーとかの仕込みがあるんで。海賊ランチとエビ飯海賊ランチがやっぱお客様で一番出てます。エビフライ、ハンバーグ、カニクリームコロッケ、すべてトッピングがついてまして、それにセットのうちの名物のエビ飯がついてます。ボリュームがあるんでしたらやっぱエビ飯とんかつですかね、こちらも現場の男性とかすごい人気です。はい、がコツコツとやってやっと冷凍商品が完成したやつが、その大分の方まで送らさせていただきます。はい、
エビ飯のその特徴っていうか、そのこだ、なんかここが違うぞみたいなのある。あっさりとした、ちょっとよそのよりは薄味だと思うんですけどね。それでまあ、他のトッピングで、まあ、濃い味とちょうど調和するぐらいの感じで。そのカレーをかけたりとか、まあ、なんかそうです、そうです。ソースですとか。はい、あとフライモンとかいうのはね、ちょっとソースが濃いかな、ちょうどいいぐらいかなと。若い人は物足りないかもしれませんけど。はい、エビ飯ハンバーグ、もう、いきます。エビ飯カレーは、はい、エビを無安です。はい、強制的に着陸します。
はい、お客さんやっぱりお昼だから急がれるでしょう。あの特に働かれるけど、どうしても早い急が早い作って早い出したきゃいけないから一般のあの観光客の方はそうでもないんですけど、そうですよね。ね、現場の方とか。そうですそうです。でも注文受けたらもうすぐもう出せる。そうですそうです。じゃあある程度用意してね、なるべく早い出してあげるように。なんかもう焼き飯とかそういうのがね、ある程度お昼がもう来たらランチと同じでちょっとある程度パッと出せれる。例えばそのゆっくりご飯をいただきたいって場合は何時ぐらいに、はい、10時半からやってますから大体11時前後ぐらいに来られたらまあゆっくり食べて、まあもう5時ぐらいに来られたらあとはグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。